今日もねかなり山奥に来ました。この先ねキャンプ場があったりするぐらいの感じなんですけど、そのキャンプ場に向かう途中にちょっとねあの小屋がねあるんですよね。で今日はちょっとこちらの方に行ってみようかなと思います。まあ、これどんなとこかというと、まあ、かなり山奥になるんですけど、まあ、1970年代に、まあ、自主的に、まあ、疎開というか離れた場所なんですよね。そのニュータウン計画とかそういうあたりの時代にやはりこの上だとなかなか厳しいものがあるので、もう一斉にねこの村から離れたということなんですよね。かなりね長年の、劣化かなで倒れてます。不法投棄なのかちょっとわからないですけど、なんか冷蔵庫の一部とドラム缶がねあります。でその先にもありますね。よし、神社なのかな、なんかそういう感じの建物があります。周りはこんな感じ、川石垣ね、多分おそらくここにも家があったのかなと思いますけど、立派な神社かな、お寺が神社ですよね、残ってます。よいしょ。おそらくここが参道だったのかな。あそこありますね、参道だったのか。参道だったけどここにも建物がもしかしたらあったのかもしれないですね。この土台が、うわ、中に石があります。ここの中に立派な建物です。明治以降かな。でやっぱり歪んでますね、歪んでおります。あそこにも家があったんですかね。水の関係の施設がありますね。農村総合整備モデル、浄水場ですね。これこの上にも小屋がありますね。
右手に赤のテープがあります。これは立ち入り禁止っていう意味ですね。そこは入ってはいけない場所です。この一帯とかが家ずらーっと並んでたんでしょうね。まあなんかそんな感じのする風景です。ここもありますね。まあ、この一帯が集落だったんでしょうね。ご苦労様でした。今日は山間部の廃村に行ってきましたけど、やはりどこの、まあ、この地域いろいろ廃村というかそういう集落がいっぱいあるんですけど、1970年代に自主的に移動した村が多いですね。結構ここも訪れる人が多いみたいですね。なんか足跡があったりねするんで、まあ、ウォーキングがてらにとか登山とかできる場所だったりもするんで、ぜひ興味があったら行ってみてください。でも多分なかなか見つけるのがちょっとここは難しいかもしれないです。今日もありがとうございました。それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いコマンドもブロックしないでチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。